ヒヨットタ神社は、三重県伊賀市場,場にある演技式内社。ヒヨットタ神社は、式内社及び国史建在の古社であるが神道は、不祥である。東洋夫多神社記によれば、演技風土記は、義書ゆえ書くなりと断定しがたきもとして、阿廃郡、河合山に、神有りやぶた明神とコす武将、広国を仕立て天皇行土の絵馬国像、多賀蓮のを祭るなり祭り立て祭るところは、 元鮮明命なりという。タガレンは、大見国タガにおいて、イザナギ人を創信とする、天尊系の一族であり、イザナギ人の子スサノオ神を祀ったとしても不思議ではない。神社各録ではヒヨットタ神を式内者とし、高松神は式外者としている。つまり、ヒヨットタ神と高松神は全く別な神ということで、ある。 高松神はすでに生六以上の神界をすでに有していたが、上岸三年に高蔵神と阿波神と宇な神と共に、十五位下に、のぶ神されている。上岸十五年には、阿波神と宇な神が再び神界昇進し、縁起神明式に列したが、高蔵神と日夫多神は昇進せずに、式会社として、国志見在者のままに止まっている。 これは、ヒオットタシンを信仰する士族が、士族間の権力闘争の中で失脚したことが原因と考えられる。高松神の神道はつまびらかではないが、鳥越健三郎は、葛城の系と推測している。これは、葛城の系の神明には、甲の字を当てることが多いことを根拠とする。これらの研究から高松神とヒオットタシンを同一視するのは疑問が残る。 ヒヨットタ神社の神官が記した乗車の中に、王子は、河合村より五丁ほど、東、藤山と去る所より当社へを引き千里という記述があり、藤山は、友田川と河合川の堆積地帯を指したため、ヒヨットタ神はここに祀られていた、濃厚の神である可能性が高い。渡り江ぬ清の波におぼほれて河合の橋を、踏むぞあ陽気、一条、金吉、 淵川の木出展は、ふるさとの歩宮みあやま町。解説の項は151ページから154ページ、逸話の項は326ページと334ページを参考とする。ありがとうございます。